活用したかは沖縄県沖縄市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属。沖縄県立高座高等学校では1年秋から、当初、国際武道大学では、リーグ通算29勝で4年、連続大学選手権出場に、貢献、3.4連は先発したが、初戦敗退。日立製作所に入社。同社野球部では当初は、 怪我が多くなかなか試合に出場できなかったが、その後徐々に実力を開花、大木の忠弘がプロ入りで抜けた後のチームの大黒柱に成長した。第80回都市対抗野球では、優秀選手2009年のドラフト会議で、オリックス・バファローズに2位指名された。当初入団交渉は難航したが、最終的には契約金6000万円、年俸1200万円で気高払いで、 契約合意した。指名後に行われた第35回社会人、野球日本選手権、大会2回戦、対九州三菱自動車戦では9回西まで、ノーヒットノーランの高等を演じるも、打線の援護がなく2種から2者連続死球を与えた、ところで交代、後を受けた投手が、サヨナラヒットを喫したことから悲嘆だ例で負け投手となった。2010年には、故障で開幕に出遅れながらも、 シーズン途中から一軍公式戦で、救援投手として活躍。9月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、4点リードから、同点に追いつかれた、直後の5回表に四まん類の場面で登板すると、田村人志を3球で三振に打ち取った。さらに、その裏に、大引刑事が決勝打を放った結果、一軍での初勝利を挙げた。一軍公式戦全体では、 24試合の登板で防御率1.25、ホイップ0.69、右打者からの被打率151を記録。2011年には5月上旬にシーズン初の出場選手登録。しかし、右肘痛を発症したため、一軍公式戦での防御率0.00ながら2試合に登板しただけで登録を抹消された。後半戦から一軍に復帰。 7月27日の対北海道日本ハムファイターズ戦では3回裏西から1回1、3を投げたがロビースケールズに満塁本塁打を浴びるなど自己ワーストの7失点を喫した1軍公式戦通算ではオール9円で23試合に登板前年とほぼ同数の投球回数を記録する一方でヒア安打が前年から倍増したり 防御率が7.15に達した。2012年にはオープン戦で右ヒーじ痛を発症した影響で実戦復帰は8月のウエスタンリーグ公式戦にまで持ち越された。9月5日の対千葉ロッテマリームズ戦では同期入団で一軍初先発の前田裕二に続いて6回表の途中からシーズン初の一軍公式戦登板。 一死一塁のピンチを閉殺で切り抜けた結果、前田に一軍初勝利をもたらした。9月11日の対埼玉西武ライオンズ戦では、1点ビハインドの8回裏からの当板で無失点に抑えると、9回表に味方打線が逆転。その結果、2010年9月26日の対、ロッテ戦以来、716日ぶりに一軍公式戦で勝利を挙げた。 シーズン通算では、一軍公式戦12試合の登板ながら、防御率1.80を記録した。2013年には、プロイリアと初の開幕一軍登録。3月29日にロッテとの開幕戦へ、登板したが、2失点を喫して、敗戦投手になった。さらに、翌30日の同カードでは1アウトも取れずに、降板したため、 開幕戦からわずか2試合で登録を抹消された。4月後半日軍へ復帰してからは、校長を維持。5月には、12試合の登板で、自責点を例に留めた。連投が続いた6月7月に、やや調子を落としたが、シーズン終了まで1軍の救援陣に定着。その結果、1軍公式戦で59試合に登板するとともに11、11ホールドを記録した。 2014年には、先発投手や他の救援投手が試合の中盤で走者を出した局面を中心に、一軍公式戦で自己最多の62試合に登板。一軍監督の森脇浩二から、切り札と称されるほどの信頼を背景に、佐藤達也、真原隆弘、平野和と共に、勝利の方程式へ組み込まれると、チームのレギュラーシーズン2位。 クライマックスシリーズ進出に貢献した。レギュラーシーズンでは34登板試合連続無失点を達成したほか通算で0点内の防御率を記録した。2015年には春季キャンプの序盤で右肩を痛めたため一軍公式戦へのシーズン初登板は6月20日の対埼玉西部ライオンズ戦まで持ち越された。この試合で2失点を喫すると2試合目の 当番であった27日の対ロッテ戦では、1アウトも取れずに3点を失って降板。以降も一軍公式戦6試合に当番したが、7月29日に出場選手登録を抹消されると、8月11日に右肩の関節唇修復手術を受けた。前治に5ヶ月を要する手術だったため、球団では手術の前に、翌2016年の年俸に対して、 NPB の野球協約で定められた制限を超える減額率を適用することを非課に通告。実際にシーズン中の実戦復帰へ至らなかったことや、一軍公式戦で未勝利に終わったことなどから、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸1500万円に、出来高分を加えた条件で契約を公開した。2016年には、6月12日に、 シーズン初の出場選手登録。6月17日の対広島東洋カープ戦では、同点で迎えた延長12回の裏に、7番手投手として、登板した。しかし、打者2人から1アウトを取れないまま、鈴木誠也の2点本塁打で、サヨナラ負けを喫した。その一方で、8月10日の対ソフトバンク戦でも、同点の7回表から9円で登板。 一イニングを無失点に抑えると、7回裏にチームが勝ち越したため、一軍公式戦では2014年9月7日の対、北海道日本ハムファイターズ戦以来自身2年不利の勝利を挙げた。2017年は8試合に、当番1敗1ホールド、防御率3.24だった。サイドスローから投げ込む、最速時速 148km のストレートと、 スライダーカーブシンカーなどの変化球が持ち味。制球力が高く、牽制やフィールディングの技術も卓越している。岡田明信がオリックスの一軍監督だった時期には、岡田から牽制が12球団一番上手との評価を受けていた。ありがとうございます。